はい、今回の動画はですね、インスタグラムでフォロワー7000人に突破した秘密プラス、秘密でいいかな。はい。まあインスタグラムって写真の SNS で、まあ僕はブログ、まあ書き物のメディア、ブログですね、吉谷拓郎公式ブログっていう書き物のメディア、まあこのアルサヨマガジン動画のメディア、そして写真のメディアってことで、文章、動画、写真のメディアを今保有しています。うん。で、まあ、インスタのフォロワーが今現状としては7300人いきましたね。だもうちょっとで1万人、まあ、もうちょっとでかね、いつになったら1万人いくか分かんないですけど、増やしてるわけなんですけども、増やしたりとか、あとはまあ、他の人と違うやり方、戦略っていうのがあるんで、それをちょっとシェアしようかなと思います。多分、他の人が考えてないやり方。うん。で、まずなんでそもそもインスタグラムをこうやってんのかっていうと、他の人はインスタグラムをまあ集客のプラットフォームとしてまあもちろん使って、ビジネスとして使ってて、じゃあそのビジネスとして使ってる人ってどういうふうにやってるかっていうと、よくあるあるのが、まあ FX 系ですね。FX のなんとかコミュニティやってますっつって、まあまずお肉、高級霜降り肉と、あと、パーティー。これ鉄板ですね。で、あとは副業系とかネットワーク系もそうなんですけど、主婦が、まあ、インスタのね、検索で、副業とかで検索すると多分、いっぱい出てくると思うんですけど、あ、副業になっちゃったの、これ。副業。副業で、これでちょっと、これで、PC だとね、ちょっとあれなんですけど、副業で検索しても、出てこないのかな。あ、このアカウントが出てるのか。あ、出てきました。副業を探しています。副業を探していますが、ハッシュタグ49万件ですね。うん、副業を探しています。このやたら女子だ、これね。副業何をしたらいいのかわからない、ちょっと怖い話だけでも聞いてみませんか、これね。うん、これあれですかね、多分バイナリーかな。これ見れなくなっちゃう。まあ、出てくるわけです。まあ見ればわかります。はい。で、それでまあ副業を探してますとか、副業に関するハッシュタグをつけたりとかして、まあ今みたいな感じで集客をして、まあそれらしき人を集客して DM でこうやっていくっていうね。まず LINE アットに誘導したりとかやってるんですけど、僕一切やってないんですよ、それ。で、完全僕は、なんだ、写真なんですよ、普通の。これちょっとログインしないと、これなんか出てきちゃうな。ログインしないと出てきちゃいますね。まあ、こんな写真をまあ普通に投稿してるわけなんですけど、なんでこういう風な普通の写真というか投稿してるのかっていうと、違う層にリーチしたいっていうところなんですね。まあ、集客って、まあ、いろいろピン、概念があると思うんですね。ピンポイントでその興味ある人を集客して、ピンポイントで売っていくっていう集客もあれば、幅広く集客していく。だから今まで、その、興味はなかったけど、興味を持ってもらうための、例えば、イオンモールでね、イオンモールとかでよくやったりとかしてるんですけど、なんかガラガラ回してるんですよ。ガラガラ。で、その、これよかったら、みたいな。で、集客はガラガラなんですよ。ガラガラで、なんか宝くじ。要は、集客の餌が何かっていうと、景品当たります、みたいな。わかります？で、幅広く集客していくんですよ。景品当たりますよ、と。ガラガラやってきませんか、みたいな。で、じゃあガラガラするじゃないですか。で、そしたら、じゃあアンケート答えてくださいって言ってアンケートブースみたいに行って、で、ソフトバンクだったりとか太陽光とかね。あ、よくやってるんですよ。だから、ソフトバンクの契約をしたいっていう人を集客してるわけじゃなくて、フックとしてはガラガラで集客して、その中で、じゃあ今携帯何使われてますかみたいなアンケートで、今だったらこんなみたいなね。で、もちろんそれでも契約する人がいるんですよ。ごく一部ね。ただし、これピンポイントじゃないんで、もうそもそも集客した時にガラガラで来てるんで、あ、結構ですって断る率の方が高いんですよ。ただし、じゃあ100人やって100人が断ったとするじゃないですか。
じゃあそれやられますか、その集客方法は使われますかっていう話で、これ何人か契約するからやるんですよ。これね、じゃあその人件費もかかってるし、そのなんかうまい棒とかも配ったりとかね、そのお金もかかるわけじゃないですか。でお金かけて0人ですみたいなね、誘導0人ですってできないじゃないですか、そもそも。で何人が契約するからやってるんですよ。で僕はこのインスタグラムもそんな感じです。要はそのある一定のピンポイントではなく、もう不特定多数でもう全部行くっていう。でなんで全部行くのかっていうと、裾野を広げるとですね、裾野を。要は僕が扱ってる商品っていうのはお金に関するエトセトラなんですよ。でお金の悩みってみんな持ってるじゃないですか。だからお金の悩みはみんな持ってるんで、どの裾野でも集客したとしても、あとはコンテンツ力、あとファンをどう作っていくのかをしっかりやれば お客さんになり得るんですよ。だからここは数を取りに行く。まぁ、ちょっと YouTube はまた違う戦略でやってる部分もあるんですけど。まあそんな感じです。だから、そのビジネスチックな写真がほとんどないですね。ビジネス、これもビジネスチックな写真がほとんどないと。これは、こっちで行けばいいか。これで多分大丈夫ですね。大丈夫。うん、な感じです。はい。だからまあ一般の普通の、要はそのプラットフォームって、そのインスタグラムって写真を見、もちろんその今は集客ができるんで情報を探してて、情報を探してる人ももちろんいるんですけども、基本のメインのプラットフォームとしては写真がメインコンテンツじゃないですか。なので写真がメインコンテンツのプラットフォームなのにもかかわらず、なんやろな、情報売りするのは僕は微妙だと思うんですね。メインが写真コンテンツのプラットフォームなのに、文章を押す。別にそれ集客できないっていうわけじゃないですよ。ただし僕の考え方としては、インスタグラムっていうのはどういう、何のプラットフォーム、そもそも本質的なプラットフォームは何なのか、写真なんですよ。だから、こう、タイムラインで見てて、綺麗な写真だったりとか、面白い写真だったら、写真で何かをこう、感動させる。もしくは写真でフックさせるっていうところが、やっぱり大事。そこが本質だと僕は思ってます。写真でフックさせる。情報でフックさせるんじゃなくて写真でフックさせる。じゃあこの写真でフックさせる上で何が大事かっていうと、これはまずいろいろあるんですけど、例えば僕がいつもやってるのが、これまあ直近のパスタで、いいねが470ついてるのかな、いいねが470ついてて、コメントが返してるんで、まあコメントこれ結構20件ぐらいついてるんですけど、これじゃあ例えばこれパスタで投稿しました。でパスタで投稿してるんだけど、このパスタに行くまでのストーリーがあるんですよ。ストーリー、どういうストーリーかっていうと、これ豆苗をちょっと育ててるんですけども、豆苗の中にもこのアヒルちゃんですね、こいつを入れて、アヒルと豆苗のこの隊長、アヒル隊長なんですけど、アヒル隊長と豆苗のこの物語を作ってるんですね。で結構その例えばその豆苗、最近なんですけど豆苗やったのは、豆苗で調べると豆苗だけなんですよね、豆苗の栽培みたいな。だからなんかプロダクトというか、豆苗が、もちろんその豆苗にもストーリーはありますよ、まあ伸びた伸びないっていう、でも伸びたか伸びないかだけなんですよ。ここに対して物語性を出すのは非常に、ストーリー性を出すのは非常に難しいんですよ。で伸びたか伸びてないかだけなんで、表現方法としては表現できるものがですよ。だからそこにアヒルちゃんを入れて、アヒルちゃんをどういう角度で入れるのかによって、その物語性を出せるんですよ。例えばこれとかはね、このなんか生えてきてるんですけど、なんかアヒルちゃんが生えてきたみたいなね、っていう絵面です。わ、生えてきた、生えてきたなみたいな。で、あ、伸びてきてますよっていう。うん。で、まあ伸びてきます。で、これも結構反応あったんですけど、これ530ぐらいいいねついてますね。こ
これはもうアヒルちゃんがまあこの体調がねこの豆苗をこう上からこう見守ってるみたいなね、はい、であとちょっとこうちょっとあのまあ見えないと思うんですけどなんかアヒルにかましてるみたいな。でそのアヒル隊長と豆苗の物語みたいなのを作って最後をどういう風にするかっていうとそろそろあのなんだあの食う時だよねっつってじゃあどう食ったのかって言ってここにも、まあ、メインはパスタなんだけどそのパスタの中に隊長も見守ってるみたいな。で隊長も入れてるわけですよ。隊長もこう見てるみたいなねパスタを。でこれすごい反応良かったですね。やっぱ体調見守ってますねみたいな、うん、だから例えばそのディズニーランドとかもそうなんですけど例えばその僕トイストーリー好きなんですね。トイストーリーのあの所ジョージさん入ってるじゃないですか。あれもあのこのこういうやつねあれ好きなんですけど例えばそのディズニーランドっていろんなキャラクターいるじゃないですか。パレードとかじゃああそこになんで価値が出るのかっていうとそのトイストーリーという映画があってその映画のストーリーを見て例えばその、なんだトイストーリーに出てくるキャラクターがこれ好きやねんってなってそこなんで好きやねんってなるのかっていうとそこにストーリー性があってそういうキャラクターがあって好きになったっていうところがあってそこでディズニーランド行くわけなんであーみたいな、ね、あれ名前なんだっけなトイストーリーの名前なんだっけあのトイストーリーの名前あのこのやつトイストーリー登場人物このこいつトイストーリーのキャラクターあバズですね。バズ好きなんですよ。僕はバズねやっぱねところバズねところジョージさんとこの合ってますよね。吹き替えがマジでこれはすげえ合ってると思うんですよね。ジョージさんにバーズってところジョージだと思うんですけど、ところジョージ。多分吹き替えところジョージですよね。あ、ところジョージ、トイストーリーと歩んだ23年。すげえな、23年もやってんだ。23年もところジョージさんやってるみたいですね。これね、合って、めちゃくちゃ合ってると思うんですよね、このキャラクターに。非常に合ってる。だからまあ、なんでそこに価値を感じて高いぬいぐるみを買うのかっていうとわーとかなるのかっていうとその映画があるからです。アニメがあれなかったら何も感じない。知らないキャラクターが出てたとしてもそこになんか付加価値が感じないんですよね。だからそのディズニーってすごい上手いんですけどディズニー映画を作ってその着地点がディズニーランドに持ってくっていうだからストーリーを作ってそのストーリーに入れてファン化させてキャラクターをファン化させてじゃあそれに会えるよっていうことでディズニーランドで行くとわーってその動いてるわけですよね。で動いてて楽しいんで最後またお土産を買うみたいなだから入り口出口もうすごい綺麗なんですよ。これマジでうまいですね。でもぶっちゃけそのクソ高いわけじゃないですか。ディズニーランドって入場料も高いしで、なんだ、お土産とかも高いじゃないですか。ポップコーンとかいくらすんねんみたいな話じゃないですか。とか、あとなんかこういうぶら下げるやつとかね。なんか高い、しかもな、全国から行くわけですよ。だから、なんか、トイレに行列するみたいな、よくわかんない現象なんですけど、あと、トイレに行列すごいですよね。うん。だからまあ、大事なのはやっぱ、ストーリー性を作るってことですね。その写真に対して。要は写真で表現するわけですから。うん、もちろん1枚でがっつりいくやつ、例えばこれ700ぐらいついてますね。これいい感じの空撮れたんですけど、これもう写真が綺麗なんですけど、この1枚でがっつりいくとかね。あとはあのこれとかはあのスクロールしていくと、ここに猫いるんですよ。ここに猫がいるんですけど、スクロールすると猫がこの出てくるっていうね。今10枚ぐらいこの投稿できるんですけど、そこにそのめくるとそのいたみたいなとかね。だ被写体をバンって写すのもあれば、ちょっと遠目にだってこうスクロールするとそれが見えるみたいな。だからそのあれですね、あの鉄拳さんの漫画あるじゃないですか。
あれもなんか描写でこうやりますけど、これインスタって今10枚までいけるんで、10枚をその描写で、そのこう例えばこれを動かしてることも、まだそれやってないか、これを動かすこともできるんですよね、こうやって。でそうするとなんかこうスクロールするとこう、こうアヒル隊長が動いてそっちに行くとかね、そういうこともできるだろうし、うん、だから結構そのインスタやってる人ってなんか、どうそこで表現するのかっていう、写真で表現する、どう表現していくかっていうところを、まあ、考えてやってる人がまあ少ないかなと思いますね。ただ撮ってただアップする、ただインスタ映えだからアップするとか、なんかまあそのそこに本当ストーリーという考え方がないですね、マジで。うん、そう、ストーリーっていう考え方がないですね。うん、あ、例えばこれとかも、まあ、僕ウルさん好きなんですけど、ウルさんの写真を撮った時にこのリラックマンをね、このウルさんのアルバムですね、このウルさんのアルバム、このウルさんのアルバムを撮ってるんだけれども、そこに対してリラックマとドラえもんみたいな、そのこうなんかやってる。ただこれだけじゃ物語性がないんですけど、ここになんかワンセクション入れる、ワンポイントとか入れると、そこになんかストーリーが出てくるんですよね。うん、まああとはそうそう、やってることが、例えばだいたいそのインスタグラムって、その 僕4000枚ぐらい投稿してるんで、過去まで見られることってそんなにないんですよ。ずっとスクロールしてみないと一番最初見れないじゃないですか。だからだいたいその直近の投稿をみんな見るんですよ。で直近の投稿を見るわけですよね。じゃあ直近の投稿がじゃあパスタです、じゃあどういうふうにいいね回り、僕はお風呂場とかで、トイレとかお風呂場でいいね回りどうしてるのかっていうと、ハッシュタグをパスタで探して、でパスタで投稿してる人に対していいねを回るんですよ。でいいねされた人は、あ、なんだこの人みたいに来るじゃないですか。で直近の投稿見ますよね。で直近の投稿がパスタなんですよ。あ、この人もパスタなのかっていう共感ですよね。まあこれは J が言ってますけど、ビジネスっていうのは全て共感から始まるっていう、同じ写真なんで、あ、そういうことかと。例えばですよ、これまあ人間の心理を客観的に見ればわかるんですけど、例えばここの写真が、じゃあ FX とか FX で儲かりましたみたいな写真じゃない、写真だとするじゃないですか。でじゃあいいね回りします。じゃあパスタを撮ってる人にいいねするじゃないですか。じゃあその何だろうこの人いいねしてくれたなって逆アクセス行くじゃないですか。で逆アクセス行った時に FX 儲かりましたみたいな写真だったら、なんだこいつみんなになるじゃないですか。なもちろんその数の理論はありますよ、もちろん数の理論はあるんであれですけども、なんか違和感ありません？いきなり見知らぬ人からいいねされて逆アクセス行ったらいきなり FX みたいなね、なんか儲かりますみたいな、どうすか、違和感ありますよね。だからあの必ず例えば空を直近の空を撮ってるんだったら、空のハッシュタグでいいね回りする、パスタ最後だ投稿してんだったらパスタでいいね回りするっていうところですね。そうで最近はまあそんなにやってないですけど、がっつり行く場合は、もうがっつり行く場合は、あの塩漬けにするって、ぬか漬けにするって、ぬか漬け手法っていうのがあるんですけど、漬けるっていう、つけるってどういうことかっていうと、あの何枚か投稿して、そのいいやつって結構こうなんだ、スタートダッシュでいいね結構ついたりするんですよ。だから何枚か投稿してなんか反応が良かったやつですね。でこれ反応良かったなと、例えばこれ今データで出てるので、これが470、これが500、455、484、573、577、440、535、これ710なんですよ。ね、これ620、これ607。これじゃあこれ700いってるわけですよ。だいたい平均500ぐらい。じゃあこれ200伸びてますっていう。じゃあこの写真結構いいよねってなるじゃないですか。まあそれはまあ、あの、過去のを見てですよ。今まで投稿した過去のを見て、今まで直近の平均がいいね数が、例えば今まで投稿して、直近のいいね数が、じゃあ100だとします。じゃあ、
今さっき投稿してちょっと経ったやつが、130いきましたと、140いきました、あこれちょっと反応いいなってやったら、反応いいやつを置いとくんですよ、ずっと。でずっと置いといて、ひたすらいいね回りするっていう、3日ぐらい置くんですね。3日ぐらい置きます。で3日ぐらい置いて、あのひたすらいいね回り、そのハッシュタグをつけた、まあ、それに付随するですよね。こんな例えばこれ夕日とか夕焼けとか夕焼け帯とか、あ空とか今空とか、あとファインダー、これだったらファインダー越しの私の世界もいけるだろうけども、なんかまあこの写真に関連するハッシュタグでいいね回りを3日間ぐらいするんですよ。でそうするとこれがめちゃめちゃなんだいいねされるようになるじゃないですか。逆アクセスされていいね、逆アクセスされていいね、逆アクセスされていいね、逆アクセスされていいねされるので、でそうなってくるとその人気みたいなところに常時こう露出も出てくるんですよ。でそうするとあのまた拡散していくっていう、うん、これはまあちょっとポイントかもしれないですね。あのぬか漬け手法ですね、つけるっていう。まあでも最近はあんまやってないですけどね。まあ結構このアヒルちゃんが人気なんで、アヒルちゃん結構撮ってるんであれですけど、昔は結構やって、まあ、だから僕はマックス1500だったら1300いいねぐらい回したやつがあるんですけど、それはもう3日間ぐらいでその塩漬けにしてやってましたね、うん、1300ぐらいいきました。あとはストーリー投稿っていうのがあるんですけど、ストーリー投稿もあの僕はハッシュタグつけてないですよ。これもハッシュタグつけた方がいいかもしれないですけど、ストーリー投稿はどういうふうにやってるかっていうと、まあ、あのファンになってくれた人、ファンになってくれた人の見せる用ですね。だストーリー投稿ももちろんあの集客で露出はする、ハッシュタグとかつけたりとか露出はするだろうけれども、僕はストーリー投稿に関してはファンの人をまたファンにさせるみたいな感じですね。であとはストーリー投稿を見た人ってな、そのアクティブユーザーなんですよ。それはあのまあ、これインスタやってないと分かんないかもしれないですけど、ストーリー投稿見ました、でアクティブユーザー、じゃあ今もう見てました、今日のストーリー投稿見ましたっていう、これがアイコンが出てくるんですね。いいねし、あの見たっていうログが残るんですよ。でこのログっていうのは今アクティブな人なんですね。今インスタにアクセスしてインスタにログインしていないとその見れストーリー投稿見れないんで、っていうことはこの今アクティブに動いている、じゃあこのアクティブの人の中で、まあ、全部のいいね周りは難しいですよ、僕ちょっと数増えてきてるんで。だけど、まあ、そのアクティブで、ストーリー投稿を見てる、なおかつコメントもくれてるとか常時いいねしてくれてる人っていうのは大体わかるんで、それをまたいいね周りするんですよ。でそうするともうだから僕のねインスタ 3,4 年ずっとねいいねしてくれてる人いますよ。結構濃いというかずっといいねしてくれてるっていう。であとはその集客どういうふうにやるのかっていうと、僕はたまにねたまにここのブログをこう投稿するわけですよ。こうやってブログでこのブログの写真を投稿することによってプロフィール欄ブログをリンク入れてるんですね。今だったらブログ毎日更新6ヶ月目に突撃隊みたいな入れてるんですけど、でこうブログの写真投稿したらね、まあファンの人とか僕に興味持った人はプロフィール絶対行くじゃないですか。この人何やってんだろうみたいな、だからもうブログ書いてあるんで、まあここからアクセス行きますよね。ここからでここにアクセスすると、まあ、ブログが出てきます。でここに今アドセンス入れてるんで、このアドセンスの収益だったりとか、あとはここからあのリスト、まあ、メルマガここで取ってるんで、ここからの、リストが取れたりとかします。うん、だから最初なんかあの直ラインとかやってる人いるんですよね。まあ大体ベターは直ラインなんですよ。でもまあじゃあインスタを見てる人って LINE に登録したいのかっていう、写真見たいわけじゃないですか基本は。だから写真でフックさせてファン、写真でファン、写真にストーリー性を持たせたりとかファンにさせた後、興味を持ってもらって主体的に自分のプラットフォームにアクセスしてもらう。で、アクセスしてもらって、で、アクセスしてもらって何か広告をクリックしてくれたらチャリンになるし、プラスもっと興味ある人はこの人何やってるなと読み込んで、あ、なんだ、メルマガやってるのか、じゃあ登録してみようってなる。っていうか、だからその、なんか誘発するんじゃなくて主体的に勝手に登録させるまで行かせるっていう、うん、な感じですかね。あとはなんだろうな、うん、まあそんな感じですかね。他にももっと細いのいっぱいありますけど、まあその辺は割愛しましょう。
これね、まあもうちょっとだったらまたインスタのね、なんか商品売ってもいいかなって。この前3、4年前にセミナーやったんですけど、ただその時が多分フォロワー数3000人ぐらいの時かな。フォロワー数3000人か2000人の時にセミナーやったんですけど、インスタグラムの、うん、だからインスタはね、もうアクセスが、一般の層がすごいアクセスあるので、これはね、まああれもこれもはできないと思いますけれども、僕はだってネットのプラットフォームって、まあ音声はまだやってないんですけど、だって動画、文章、写真、音声しかないじゃないですかね。動画、文章、写真、音声しかないんですよ。じゃあ音声で言うならばポッドキャストとか、あと最近ではウームさん、ウームさんがやった、ウームさんのラジオ、ウームさんがプロデュースしたなんかあのラジオアプリか、あ、このこれだ、日経で出てますね。今年の2020年3月24日ニュースリリース、 UM の音声配信ソーシャルアプリ REC で日経電子ニュース音声配信開始。あの UM ってあの YouTuber 抱えてるところですね、はい、これ REC ってやつですね。なんか今あのラジオのアプリとかもあるんですよ。あとまあポッドキャストもありますけど、これレックですね。そう、ラジオですね。だからまあこういうその音声コンテンツ、この4つしかないです。音声、写真、文章、動画。それ以外あんまないです。まあライブ配信とかもありますけど、まあそれ動画じゃないですか。うん。だからそのネットはそのプラットフォームしかないわけですから、そこで、自分はどこを保有しているのか。まあ、だって写真だったらね、僕インスタを超える写真のプラットフォームって絶対出てこないと僕は思ってるんですね。うん、インスタを超える写真のプラットフォームって出てくると思います。多分もう無理じゃないかな。今から作ったとしても、 Facebook が今 Instagram 保有してますけども、 Google が、あ、じゃあ写真のプラットフォーム作ったとしても多分無理ですね。無理だし、今から多分インスタ超えられないと思いますよ、多分。うん、じゃあ写真っつったらもうインスタグラムになっちゃうんで、うん、そこにいっぱいあのアクセス集まってるわけじゃないですか。だからインスタはって、あの、しかも軽いんですよね。インスタのいいところは軽い。まあ僕動画もメインでやってますけど、写真はね、軽いっすよ、ファイルが。もうサクサクいけるんで、動画なんか、だから動画ってスマホからアップするできないことはないですけど、今、うん、重いっすよ。だこれもう20分ぐらいの動画をスマホからアップするってきついっすよ。5分とか3分だったらいいですけど、でも写真ってもう秒速でアップロードできるんで、まあこれは 5G になったら分かんないですけどね。うん、だからそのディズニー理論ですかね。ディズニーランドはなぜその、 あの価値があるのかっていう、高い金払って行くのかっていうところですね。あ、カレー食いてえな。カレー作ろうかな。うん。はい。では、終わります。あ、YouTube の下に僕のインスタのリンク入れとくんで、興味ある方は見てみてください。では。